どうもアマです。アマテレビ始まりました、本日はですね桐生に来ること、群馬県はですね桐生市、桐生駅移しておきましょうか。桐生駅でございます。はい、ということで桐生駅に来ましたので、特に意味はありませんが、桐生駅から新桐生駅まで、まあ、街並みを見つつ、ご紹介していければなと思っております、よろしくお願いします。自然豊かですね。はい、駅前がこんな感じです。南口ですね、桐生駅南口。カラオケ館ありますね、早稲田ゼミ。こんな感じの街並みです。道路検索というかネットで検索したら、だいたい桐生駅から新桐生駅に行くのに歩いて30分ぐらいって書いてましたので、30分ぐらいならまあ歩けるかなと新桐生駅を目指しております。桐生市民文化会館、桐生市役所、新川公園。これは新川公園で私、桐生の町映画、映画ですね、撮影したところですね。以前ですね、桐生町映画って、まあ、町映画、町おこしの映画で、その町の人が出てその町の話をして、その町を舞台にするっていうのにですね、まあ、私十何年と関わらせていただいておりまして、まあ、藤橋誠監督という方が先頭に立ってですね、とっても素敵な事業なんですけども、でこの群馬県桐生でも映画作りしたんですよ、祭りの後記憶の先っていうですね、映画撮影をですねしたわけです。でそれのねロケ地がとっても近いので、その撮影の時はですね、まあありがたいことにこう車等々でね移動してますので、土地勘があんまり分かってなかったんですけど、こうやって今歩いてみると桐生駅からすごい近いところがロケ地だったので、ちょっとね、立ち寄ってみたいなと思います。はい、ここですね、新川公園でございます。じゃん、これロケ地ですね。懐かしいですね。あ、家族団らん。いい公園でしょ、うん、ちょっと雨が降ってきましたね。どうにか小雨のうちに新桐生駅にたどり着きたいものですが、方角が合ってるのかが不安ですけどね学校ですかね。高校か中学かって感じですかね。桐生市立の中央中学校というところでしたね。ちょっと雨が降ってきましたね。雨が強くなってきましたね。桐生市市民文化会館、綺麗ですね。ここで映画の撮影もしましたね。あっち晴れてるから、これこの後晴れるのかな。お天気雨？市民ギャラリー、いろんなことができるんですかね、ここで。雨が止みました、雨が止みました。よかったよかった。お天気が広がりつつあります。ほらね、お天気が広がりつつありますね。ありがたいですね、本当にね。はい、見えてきましたね、新桐生駅。矢印がこちらということで行ってみたいと思います。おお、完全に晴れましたね、綺麗。歩いておりましたらですね、渡良瀬川が見えてきました。ちょっとね、お、すごい、なんかかっこいいバスも走ってますよ。かっこよくないですか、このバス。これは何のバスですか。すごい、かっこいい、おしゃれ。渡良瀬川でございます。じゃーん、渡良瀬川です。森高千里さんの歌を思い出しますね、僕の時代はね。すごいね、優雅。
綺麗。あれ赤城山？あ？どれがこれ赤城山？赤城山どれですかこれ？これどれが赤城山？バーっとあって。山いっぱいあるけど。これ？これ？これ？群馬は本当にお世話になってるんですよね。なのに赤城山すらちょっと分かってないっていう。で今回ね、まあ桐生駅から新桐生を歩いてみて、やっぱ歩くと感覚が分かりますね。あ、ここにこれがあるんだっていうのがね。お世話になった桐生の映画の時にもお世話になった時は車移動で本当に土地位置関係があんまり把握できてませんでしたけどもね、歩くとね本当にあ、これがここにあるんだっていう形でよくわかりますね。こんな感じですかね。一本道で、ただひたすら一本道をずっと、まあ一本道をずっとってわけじゃないんですけど、ちょっとくねくねした後ひたすら一本道を歩くと新桐生にたどり着けますね。桜湯、桜湯、すごいなんかいい味がありますね。桜湯、新桐生の駅までにこうなんか名物みたいなので食べれるところがあったら食べたかったんですけど、ない感じですね。ソースカツ丼っていうのが有名みたいで、ソースカツ丼はね映画の撮影の時にもたびたびいただいて、美味しいはもう美味しいね、知ってます。でうどん、うどんがねなんかすごいうどんとは思えないうどんがあるらしいんですよ。それをどっかで食べたいなと思ったんですけど、見る限りはそういうお店屋さんがないですね。反対側だったんだよね、やっぱね、反対側、反対側だったんでしょうね。はい、ということで、新桐生駅近づいてまいりましたよ。じゃーん、新桐生駅でございます。意外に近かったですね。まあ、こう撮影しながら話しながらだったらあっという間でした。はい、到着、新桐生駅でございます。はい、ということで浜テレビ、桐生駅から新桐生駅まで歩いてみたでございました。チャンネル登録グッドマークよろしくね。またね。浜テレビチャンネル登録よろしくね。